シティーズスカイライン続きをプレイしたいと思います。さて今人口がですね7500人を突破しまして、次の目標がいよいよ村から都市ですね、小さい都市という形になっております。ただいくつか問題点も発生してますので、それをこなしながら次のステップを進んでいきたいと思います。まずですね、簡単に言うとこちらですね、今画面的には左下ですね、この地区を今力入れて育ててますので、引き続きここの住民たちが増えてくると、まあ新たなチャンスが生まれるかなっていう状態です。それと北側ですね、ここもちょっと今問題点がいくつかあります。特に今出てるのがこのマークですね、消費者が足りないっていう、人が足りないんですよね。本来ならば住民を増やすべきなんでしょうけども、まあ、ちょっといろいろとエリア的には今限界来てますんで、そこら辺をやりくりしつつ手を打っていきたいというのがありますね。一番でもシンプルな解決策はやっぱりここに橋を通すことだと思うんですよね。なんとかね、そろそろ勇気を出して橋を作っていきたいなっていうのが、まあ大きな目標となりますね。それじゃあちょっとね、細かい点考えていきたいと思います。さあ、それじゃあ橋の開通ですかね、考えていきたいと思います。まずこちら側のエリアとしては、ここですね。ここに道路を走らせるのが一番いいかな。電気がちょっと邪魔になるんで、いくつかは処分していく形になりそうですね。まずちょっと建物を動かしてからかな。そうしよう。ここに建てたら失敗だったな。これ半直だったね。移転。すっげえむずいな。この辺がいいんだけどな。ここいいか。よし、OK、OK。OK。電気の通り方はどうなるかな。ああ、こうなるね。はいはい。これでこう通ってきてくれてるから、この建物大事だね。なるほど。で、この電線がなくても多分いけますよね。OK、OK。念のためこっちの電気があるから大丈夫だろう。さてと。これ結構重要だね。この公共施設とここで一気に回復してるんで。この辺は商業施設か。はいはい。ちょっとまあ待つか。で、このラインですよね。考えていきましょうね。うまいこと道引きたいな。理想はバスも込みの道路がいいっすね。一番広いのがこの辺か。バスレーン付きで6車線。この辺か。はいはい。街路樹付きか。中央分離帯とバス停がある6車線道路。こう来るでしょ、イメージ。こう来て、こう来るじゃない？すっげえむずいな。ここでもあれだよね。高さを出したいよね。すっげえむずい。そうか。ちょっとマジで考えよう。ちょっと待った待った待った。ここだな。まずは、これ4車線だっけ ?3 車線道路か。でしょ？から、高速道路の入り口から、一方通行の3車線だよね。OK。ってことは、こちらも3車線の道路だね。いいのか、3車線の一方通行が、ここでできれば二股に分かれて、例えばだけど、こういう感じでいければ一番いいんだね。うーわ。ただ、で、高さが出れば、
と高さ出てますけど、結局はって感じか。こう来てこの辺からこういう感じ、イメージはこんな感じ。 OK。 ダメかね、スケムズ。ここで分岐したいよね。こう分岐してこうまっすぐ。ちょっと待ってね、作り直すか。すげえむずいな。で、ここ壊すじゃん、ここ壊すじゃん。で、で三車線の一方通行道路で少し曲がり気味でこんな感じ。いや、そんな曲がなくていい。どうだろう、こうちゃん。で、こう。三車線だよね。で、同じく、ここからまっすぐ行く感じ。で、今度はこっち。で、少し高さを出して、どう？ああ、いい感じだね。すげえむずい。バキッとつなぐとこういう感じか。ここから一気に、こっち、そう。すごい。で、こっちか。ああ、こっち側もちょっと改造しなきゃダメだね。赤くなってる。待ってね。まずここまで建造しなきゃダメだ。オッケー、いい感じだね。で、ここも同じ要領でちょっと変えましょう。まずブルドーザーで角度を変える。で、こう。ちょっと特殊な感じにはなってもうたな。まあいいか。で、ここだよね。ここから、こっちですよ。で、高さを出して、こんな感じ。この辺からちょっと曲がる感じ。逆だって。こう。逆に曲がってほしい。こう来るじゃん。ここまで来ればいいんじゃないの。 OK、 できた。なんとかできたっぽい。いいね。三車線の一通道路を伸ばしてみました。方向も合ってますね。こういう感じだね。ちょっと高さがある感じですね。で、これを今度こっち側ですね。大変。さあ、こっち側もちょっと大胆な区画整理が必要になる可能性が。高速道路への道はこのルートの2つなんで、ここですな。しょうがねえ、やるしかねえ、やろう。いやー、やばい。ここで必要な施設は何かなと。まずこれですね。これ移転しましょう。診療所移転です。ここにしよう。高さを出してつなげるじゃない。 OK、 あ、いい感じだね。で、ここの時点でダウン。 OK、 これでどうでしょう。イメージとしてはいいんじゃないでしょうか。三車線のまず一歩通行だよね。 OK が来ると、この辺でもいいよね。とりあえず着くか。 OK、まずこれで一つ通路が完成。で、今度こっちっすね。はい。ここから、低いところから、高い道路を作って、ここに持ってく。こんな感じでしょ？どう？
OK。いいんじゃないでしょうか。これで道路がつながりましたね。OK です。まずはこの状態でちょっと考えてみましょう。いいですね。ただこれだとあれか、直接町には降りれない。しまった、まずったね。もう難しいな、こっちの道路の分岐点が難しいっすね。すげえむずい。降りて、まあ、これが高速道路用だろう、あえて言うなら。理想を言うなら、もう一本橋をさらに通す感じか。これがやがて高速道路に直結する感じでしょ。で、こっちも同じ要領で二股で作って、みたいな感じはどうなんだろう。バッチリ今作った方がいいかな。バリバリだよ、バリバリに通すことになるけど。すげえむずいな。高速道路を直通させる道路から分岐したいよね。そうだよね。イメージとしては、そうっすね。この辺か。どうやって降りん？すげえわかんねえ。まあ、仮にこの辺から、こう。ああ、あるわ。そういう道路もできるわ。ダウンダウンダウン。こんな感じ？こういう感じ。向こうに行く人が、だから、向こうから来た人だよね。向こうから来た人を分岐で受け入れれば一番いいんだね。できないかね。ダウンダウンダウン。つながらない？これ良くないですか？ここ。これつながっちゃう。出た。これで降りれますよね。OK。高速道路との行き来も確保しつつね。OK。ほいで、こっちはどうするかな？必要ですかね？こう来るじゃないですか。ここで降りるじゃないですか。ここで行くから関係ないっすよね。で、このまま行くじゃないですか。で、こっち側ですよね。うわ、通して、やるか。バリバリにやりますか。なるほどね。すっげえむずいな。いや、もうお金がない。ちょっとかかりすぎるな。またお金貯めたらやりますか。お金貯めて、ここをちょっと考えますか。そうしよう。ちょっとこれで、ちょっと中途半端ですが、一回様子見たいと思います。わ、どうなる？いきます。さあ、新たな動きが。さあ、区画が潰れていきます。いいですね。申し訳ないが、ここは整理していく。この人たちがでもあれか、上がる道がないってことか。そうだね、やっぱこことここつなぐ必要ありますね。失礼、考えましょう。こんな感じかな。立体になりましたよね。 OK、 これでつながってる。 OK、 これでこの町の住人も上がれるという一つのルートができたと。 OK、 ちょっと見ていきたいと思います。お金が厳しい。で、こっちの区画も随時整理していきましょう。ここも区画指定をまずやめて。で、移転だな。さあ、消防署の移転でございます。仮にここを作ろう。しょうがねえな。ちょっと我慢。幸福度がどんどん下がってる。OK。ちょっともうちょい見ていきましょう。車の流れを確認したい。ここですね。こうでしょ？
動かないね。みんな町に降りるでしょ、うん、一応向こうの道は繋がってるはずだけどな。あ、行き来が始まりましたね。いいっすね。ちょっと待ってください。見てみましょう。さあ、橋の上を渡っております。トラックが橋の上を渡っております。いいですね。歩道もついてるから歩行者もいるんだ。なるほどね。意外といいルートになるかも。そしておお、町へ降りる。おお、いいですね。これで人の行き来が増えれば、あ、いい感じ。 OK。 いや、いいですね。あ、上がってる上がってる。人の行き来が増えてますね。これで顧客不足も解消するんじゃないかな。あとは高速道路同士もつなげて、さらに利便性を増せば交通量が増して、車の量も、街に来る車の量も増えるっていうイメージですかね。いいですよね。牧場で作ったこれ多分牛乳かなんかを橋を越えてこの隣の街に OK 持ってきたということですね。あ、いい流れだ。街っぽくなってきた。独立した村同士がつながった感じですからね。ただ予算が心配な感じですね。ちょっと戻ってみます。さあどうでしょう。いいですね。あ、みんな使ってくれてる。あとはね、理想を言うとね、その料金所を作りたいんですよね。この辺にね、パキッと。あー、だいぶ綺麗になりましたね。電気問題も開発して、あー、もう店が潰れてる。まずいな。放棄されたか。じゃあ、ブルドーザーで廃棄します。まあ、いったな。間に合わねえよ。これも廃棄。これはなんだ？見てみましょう。教育受けた労働者不足。これはちょっとしょうがねえな。また消費者不足か。うん、まずいな。北側がどんどん困ったね。それ以外はなんだろうね。バランス悪いんですかね。収入が減ってるけど、とりあえずは収入と人口減ってますけども、稼働し始めましたね。さあこっち側も見ていきましょうね。いいですね。もうちょっと向かいに、あとこれですね、気になるのがこの高密度住宅地、この辺をちょっと考えていきたいと思います。これをわざと設定していく、こういうことかな。いいっすね。ここも一旦解除して、高密度住宅地もうちょいだね。電気の通りも考えるといいと思うんで。もうちょいっすね。オッケー、通ってるね。いいっすね。お、なんかマグ出てる。忙しいな。何のマークでしょう。労働者不足ね。はいはい。教育を受けてない労働者は微妙ですよね。むやみに学校建てちゃいけないってことか。さあ、いやでも人の流れはだいぶ良くなってますんで、伸びる可能性ありますよね。いやー、商売が全然。何？新しいオフィス区画。教育受けた市民が働く場所を提供します。はい。大学を作るんだ。高密度商業企画。今でもちょっとな、商業は苦戦してます。いやー、どんどん廃業が増えてる。ここやばいね。
結局こっちの人たちの買い物があまりうまいこと来てないってことでしょう。わかりました。いやー、どうしたらいい。南側の発展に対して北側がかそってきたな。バランスが悪いってことか。すげえむずいな。高密度商業地域も考えてみますか。例えばまずこれ排除して、これも排除しちゃえ。で、高密度にしちゃおう。してみよう。いいんじゃね？いいんじゃね？とりあえずこんなもん。街としては今一つになりつつあるんで。チャンスだと思うんだけど、オッケー。さてさて、やっぱり流れがかなり活発になってきましたね。やっぱりこれがここむずいな。悪くない気がしますけどね。高速道路に直結させる意味あんまりないかな。でも渋滞がやばそう。すげえ来てる。なるほどね。はいはい。ここも料金所作りたいよね。やべ、渋滞始まってる。結局こちら側のルートだよね。はいはいはい。ここがネックになってんだろうな。で、高速道路でしょ。だから街に降りるルートと高速に乗るルート分けるべきな気はするんだ。ちょっと一旦止めますか。うん、車の流れが良くないですね。すげえ大変。やはり大胆な改革が必要。そしたらまずは家によって三車線道路だね。高さを出して道路を出す。ちょいちょい右。OK ですね。これで新たなルートができました。これで、高速道路まで一直線のルートが一つと。で、この町に降りるためのルートを作れと。OK です。まず一つできた。続いて、こちらですね。同じ要領で道を通していく。ただこれはポイントとしては、ここですよね。町に行くルートと分岐させるためにここだな。ここからやはり当初の狙い通りにこう行く。ダップでどんどん上げていく感じがいいんじゃないでしょうか。つながったね。 OK できた。これで町の人が入れるルートもできたと。 OK。 はい、なんとかね、橋を通すことに苦戦しながらも成功しました。まあ、かなりちょっといい加減な感じもしますが、町への脇道というか降りる道ですねも作ってみました。こちらですね。こんな感じです。まあ橋を渡って高速道路のまま行く人と町に向かって降りる人のための道路ですね。を作ってみましたので、多分問題ないと思われます。一応こう矢印も大丈夫ですね。合ってますね。
あとはちょっと廃棄した場所も含めて、区画整理ですね、再整理していきたいと思います。ちょっと北側がかなりやられてしまったので考えていきたいと思います。高速道路の下を何に使うかですよね。住宅地には適さないので、何か公共機関ですかね、健康、学校が今一番不足してるんだね。教育を受けてないが 60% か。あとはゴミ処理施設、現在の埋め立て地は少ないか。道が開通したことによって多分ゴミ処理の融通も効く感じはしますね。ただ消防が足りないって言われてましたね。 51% はい。公共交通機関も考えていきたいですね。バスをね、理想としては通したいんですよね。こことここの町を行き来するためのバスをね、それをバス路線を考えていきたいと思う。あとはそうだな、そんなもんかな。あんまり苦労はしてない感じするかな。幸福度はまだまだ問題ないかな。住宅がやっぱちょっと足んねえかな。はゴミ処理施設か。次お金貯まったら仮想の、仮想じゃないか、なんだっけ、ゴミ焼却場ですね。これ作りたいっすね。騒音が50と5100か。ゴミを貯めるのじゃなくて電力に変えましょうだっていう。これいいっすよね。これ大至急作りたいっすね。ちょっと今予算を様子見たいと思う。医療サービスは問題ない。消防が災害危険のが若干51なので、もう一つですね、消防署、消防本部かを作るって必要がありますね。これもちょっと高いんでね、今できないんで、消防本部をこう高速の下に作ったりするのはありかもしれないですね。ちょっとおもろいですね。こんな感じですね。ちょっとじゃあ街の動きを見ていきたいと思います。さあ時は流れ出します。いいですね、この渋滞具合がどうなるかですよね。車線でもな、3車線なんだけどな、走ってる車は1つっていう解釈なんだね。OKOK。 あ、街に行く人も増えましたね。これで交通量が分散されれば流れも変わるんじゃないですかね。うわすげえな、ここが渋滞するか。これ課題ですね。さあ人口もようやく初期の7500を超え始めましたね。減った分は取り返しつつある感じです。車の流れとしても悪くない気はするので、ここでもあれだね、やっぱりちょっとまだ渋滞すんで、おかしいな、3車線でしょ、もっと増やせってことかな。でも高速道路自体は3車線でしょ、で、そう分岐すんじゃない。で、ここも3だよね。3、3、OK。そんなに悪くねえ気すんだけど、真ん中の道しか使ってくんないんだね。あ、来た来た来た。流れが増えてきた。そう。いいですよね。ちょっとじゃあ細かく見ていきますか。さあ橋を渡るトラクターの視線で見ていきましょう。意外と渋滞気味だね。真ん中の車線を使うってことはこれ高速道路に向かうってことなの？右側の車線、左か、左車線だと降りるルートになる。2車線使えるはずだけどな。2車線じゃ足んないのかな。若干速度が出ないっすね。ちょっともたついてる。あー流れ良くなった。あーダメだね、合流地点。はい、そうですね、スムーズな流れが目標ですね。橋から降りるとスムーズになるかな。どうでしょう。
あーダメだね、なかなかスムーズに流れないっすね。街に近づくとスムーズになるか。あ、車線変更したってことは街に降りるのかな。さあどこに行く。もっと外に外れる道を増やした方がいいのかな。このままこれ高速道路行く道ですよね。そうっすか。じゃあ焼却施設作りますか。作っちゃおう。 OK。 はい、とりあえずですね、ここにゴミ焼却場が一つ、それともう一つですね、南側にも作っておきましたんで、ここですね、この二つの焼却具合に期待して見ていきたいと思います。それでは、さあそれでは市内を移動する車の視点で街並みを見ていきたいと思います。なるほど、ここから橋に向かって登るんですね。流れとしては悪くないんだろうか。やはり高速と直結した橋の流れがあんまり良くないのが気になりますね。車線を増やせば解決するのかな。一応ここは高速道路って扱いにはしないで橋ですよね。校舎も渡らせたいですよ。最終的にはバスレーン付きにしたいけどな。あ、でもそんなに流れ悪くないですね。いいですね。やっぱり2車線で走ってくれてて、1車線をまあ降りるための道に使う感じなんだろうな。いいですね。やっぱり高速道路同士を行き来する車の流れさえ良くなれば渋滞は起きないって気がするな。でその中からポチョポチョと街に、ね、降りる車が通ってくれれば一番いい気がしますね。で最終的には高速道路同士の間に料金所を設定して町の収入源にできれば理想的ですよね。ああ、いいですね。このまま市外に行く感じですね。なら流れはいいですね。さあ続いては、あ、高速道路から町中に降りるトラックの動きですね。ここは渋滞になってる。うわ、めっちゃ渋滞してる。路線が少ないのか。これで、なるほど、街路樹付きの道路を通って目的の工場に着くと。で荷を下ろしたら今度は帰ると。この場合はあれか、外側を回って最短ルートだと、これでおそらくラウンドアバウトの交差点を通って高速道路に帰るのかな。あ、ピンクが、どでかいピンクがドーナツピンクがドーナツピンクがすげえ。こんなピンク色の派手派手のドーナツ食ってどうすんだよ。病気になるぞ。絶対甘すぎるやろ。お、まだ配達があるか。すっげえな、あんなでっかいトラックが通ってんの。あ、ここに戻ってきたのかな。いや、荷物下ろしてる。おそらく木材を運ぶトラックなので、まあ、材料を運びに来てきてくれてるってことですよね。さあ今度はまだ配達があるかな。さすがに交通量が増えてきてる。わ、すごい。うーわ、すっげえ。めちゃくちゃ動画すげえ。なるほど。
産業区域の外側から、いや違うな、ここは電線沿いだから一番高速道路沿いの産業区域ですね。で多分埋め立ての近くを通ってぐるっとここで U ターンして、あ、ここにも下ろすんだ荷物。すっごい働いてる。あ、バスが止まってます。 OK、 これで産業区域抜けるかな。あ、抜けますね。あ、いいですね。あ、ここから渋滞するか。なるほど。ここですね。こう来てここだ。ここが渋滞ポイントだ。ここだ。これひどいね。何これ。右に行きたいんか。で、これに乗りたいのか。あ、これで渋滞すんのか。これでも難しかったな。どうなんだろう。降りるルートと登るルートは別の道区にすればありなんだろうか。そうだね、この産業トラックが要は市外に出るのにこのルートしかないんだね。わあ、なるほど。じゃあもっと産業区域側に配慮した道路配置が必要なのかもしれないな。町に降りるのはこのルートで良さそうだね。ここ失敗だね。これすげえ渋滞してる。ここだよね。ここからどんどん直接やっぱり上がれるようにしてあげないとダメだね。なんかカーブとしてはこうだったな。うわ難しい。あ、これちょっと問題点だね。了解です。じゃあちょっと改善していきますか。こういってギリギリまで行きたいよね。 OK。 あとそうだね、ラウンドアバウトを作り直さなきゃいけないかもしれないな。そうだな、道ここちょっとこれな、渋滞してんだよな。これなんとなく分かったけど、ラウンドアバウトが一方通行だから交通が偏るんだね。ここの一方通行が間違ってんだから、あ、なるほど、交差点の中で一方通行を考えればいいんだね。もしかしたらできんじゃない。3車線、3車線の一方通行を作って、これだよね。右、あ、できた。これで左側にも行けるようになったね。あ、ここが原因か、詰まってる。これで左右に分かれて行けるはずだし、大丈夫だよね。OK、OK。こう行くでしょ。右行く、左行くになって、左行ったところは、これ街に帰る人はこっち行けるよね。OK。今まで帰る人も全部右回りでしか行けなかったから、この渋滞を起こしてたんだね。了解。でこう来るでしょ。ここはわざと一方通行にはしてないんだね。ってことは、まあはい、そうじゃねえか。電力の、あれですよね、スタンドに、燃料か。燃料補給のトラックが来て帰る感じだよね。で、まあゴミ収集車が来て帰る感じだよね。からいいよね。大丈夫ね。OK。なるほど。これがいけなかったんだね。これで多分ばらけてくれるはず。これ3車線から4車線に増やすってことも可能ですか。あ、可能ですね。これいったらんかい。OK。ちょっと増やしておきましょう。これいいんじゃないですかね。OK です。これでちょっと改めて反省点も含めて確認していきたいと思います。それでは見てみましょう。さあどうだ。左側に並べれば正解ですね。OK。これは良さそうだな。ああ、いい感じになってきた。真ん中の道路が全然使われてなかったのが使われるようになりましたね。まずこれが一つ解決かな。これが進まなくなってきてる。ここか。やっぱりここ渋滞しますね。ただ今後こっちにそう行く道路がね、
増えたんで、これありだと思うんだよな。これ以降減ると思うんだけどな。ここか、ここから来てんのか。これ厄介だね。なんか右行かないんだ。あ、行ってる。右に行ってる。いいですね。ルートが2つになることで、流れが良くなる可能性ありますよね。代わりにこっちか。今度18対して始めたのは。うわ、すんげえ行ってる。これでもガンガン入ってくれていいんだけどな。意外と渋滞すんな。これが重なるのか。これ右に行くルートがないんだね。だからここに落とすのは間違ってるかもね。もうちょっと車線を別に変える必要あるかもしれないですね。右に行きたい人がこれは渋滞するんだな。うーわ、むずい。ここだから車線を、なんだろう、右に向かう一方通行にするっていうのはありかもしれないですね。で、こっからこう来て、曲がるか、外に出るかでしょ。この車線使ってないもんね。これむずいわ。ここ一方通行にしますか。ちょっとやってみますか。すげえむずい。三車線かな。ここで。違う。こっち向き、そう。これでいいんじゃないかな。こう来て右、まあ左行けるルートもじゃあってもいいけど。さあどうだ。少し良くなったね、流れ。問題はここか。ここも厄介だね。これでも必要だよね。ここが超渋滞する。やっぱこれ問題だな。ダメだ。右側に、まあ、そこそこ行ってはくれてるけど、それ以上だ。あと高速通るルートでしょ。で、街が必要なルートでしょ。街中を通って、なんでこんな渋滞すんの。なんか切れてる。やばい、天気切れてる。何のマークこれ。なんか切れてるぞ、これ。わからない。なんだろう。後で確認しましょう。だいぶ解消し始めたか。このルートだね。こっち側の人たちが橋の向こうに行くためのルートがパンパンになるんだね。これは厄介だな。正直言うとここから別の橋を一本出すべきだよね。それ正解だな。で、これを廃止する。それが答えかもしれない。完全にこの辺クリアになってきましたね。よかった。とりあえずは解決ですね。橋よ。でもこれあんまり増やしたくないよね。維持費も大変だし、この橋をどんどん太くする考え方でちょっと一旦やっていきたいですね。これまた渋滞してる。ここか。どうしようもないね。これ太くするしかないよな。街に降りる方のトラックか。はい。ルート的にやっぱりちょっとここが交通量多すぎて失敗してるんだな。なるほど。この辺はちょっと集中させすぎたね。つい意識的に集中しちゃうんだよな、一箇所に。あまり良くなかったら、この辺で降りて分岐させるってもあったよね。そうだよね。一方通行で右と左に分けて置く感じだよね。そうするとここが使わなくて済むから、ここに新たな路線を築いて、みたいな感じ。ただ、高架下なんだよね。高さがあるか。すげえむずいな。ちょっとやってみますか。航空ちゃんが。
個行くじゃん。こう曲がって、こう曲がって、ここに着く。これでどうすかね。ちょっと強引。はい、という感じで、道路の出口を増やしてみました。ちょっと強引ですけども、2種類ですね。分けております。見ていきましょう。ああ、いいですね。ちゃんと散ってくれてる。まあ、町の多分産業区域に帰るトラックと、まあ、住宅街ですよね。帰る。で、あとこれが高速道路に向かう車。ちょっとずつ、そうですね、道路を役割分担して細かく設置するのが、やっぱりいいんだな。いや、また渋滞してきた。高速道路し、道路をつなげたことによって、多分、めちゃめちゃ車通りが増えてくるのは間違いないんで、一番最初にやったとき、それで失敗して赤字になっちゃったんでね。いいですよね。あとは、ちょっと、折りを見て、料金帳をね、作っておきたいですよね。あ、これ気になる。これなんだろう。わからないんだよな。ちゃう。これなんだ？何のマークこれ。さて、問題発生です。水が足りないですね。水道管は通ってますので、この地域に対する水の量が足りないってことだと思うんですよね。ですので、ポンプ場ですかね、増設したいと思います。管をつなぎたいと思います。OK ですかね。とりあえず水道施設を増設してみました。見てみましょう。どうでしょうか。断水が増える？おっと、その間に小さい都市1万人に達成しました。ありがたいです。いろいろ増えますね。水力発電所。すごいね。ただその前に最後結果、あ、成功しましたね。OK です。水処理は完了。で、こちらですね。ちょっと喋っていきましょうか。高密度住宅ですね。そして高密度商業地域。こんな感じで立っております。このおかげでだいぶ人口が1万人突破することができました。はい、じゃあ続いてはこちら北側を見ていきたいと思います。このような感じで、まあ、道を増やした結果、なんとかちょっと今混雑してますけど流れる感じにはなってるんじゃないでしょうか。まだちょっとね、この辺ですね、改良の余地はありそうです。とりあえずね、細かい問題はまだ残ってますけども、大きな形にはなりまして、沿岸の橋を通すことからとりあえずできましたね。で、なんとか無事に1万人ですよね、これか、ね、1万人達成しましたので、非常に最初のもリベンジは達成できたのではないでしょうか。続いては1万7000で大都市ですかね、これを目指すという形にはなりそうですが、一応当社の目標はこれで達成したということでね、一応まあ今回はこれで一区切るという形にしておきたいと思います。ということで、シティーズスカイラインへの初挑戦、なんとかリベンジを達成というところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。いいですね。めっちゃ渋滞って意味だけど、まあいいかまたなんかね、機会が非常に面白い世界でしたね。いやー、素晴らしい。奥が深いゲームでした。ありがとうございました。